青汁の王子の平野さん、連日報道されている統一教会ですが、美咲さん、新興宗教に対してどういう印象をお持ちですか？どういう印象をね、持ってるかっていうのはすごくね、難しいんですけど、新興宗教自体を別に僕は否定するつもりはないんですが、やっぱり皆さんね、新興宗教だったりとか、キリスト教だったりとか、いろんな宗教ありますよ。自分が入るものはちゃんと調べてほしいなと思います。今って、その新興宗教とかに、引っかかる人って、ある意味でそういう人にも責任があると思っていて、ネットでちゃんと調べれば情報出てくる時代なんですよ。それをおろそかにしてる時点で、新興宗教に騙されたどうかもそうなんですけど、その人にもある程度僕は責任あると思ってます。なんで、今って自分を守れる時代じゃないですか。自分の選択って、ちゃんと調べれば正しい選択を取れる時代なんで、どうかなって、どっちも悪いんじゃないかなってぶっちゃけ思いますよ。こういうこと言うとなんか叩かれそうだけど、本当は思いますよ。だって自分の責任じゃね？騙される方にも責任があるってこと、騙すやつは一番悪ですよ。ダメです。無知は罪っていうのも本当言いますからね。無知は罪なんですけど、インターネットからできるでしょって思います。ちゃんと調べていきましょう。